ということで、今日はついに試験の当日になります。朝のね、9時、10時、10時ですね、10時頃から試験が始まるので、早起きして迎えたいと思います。さあ、果たして合格できるのか。一応ね、自信のほどは自信はあるってあるって言ってね、落ちることより恥ずかしいことはないけどね、まあ自信を持って、行っていきたいと思います。それでは行ってきます。ということで、ただいま、午前のね、試験が終わりまして、次は午後の試験になります。手応えとしてはまあいけたんじゃないかなっていう感じはするんですけどね。で、その午後の試験まであとね1時間半とか2時間空くんで、ちょっとお昼を食べつつ復習をしたいと思います。多分大丈夫だと思うんだけどね。ただ午後の試験の方がちょっと俺的にはね、やりづらい問題とかあるんで、そこはねちょっとしっかり復習して挑みたいと思います。ということで、お昼ご飯を食べて午後の試験に向かいたいと思います。ちょっと食べ過ぎましたね。上智大学に戻ります。今日は上智大学で、試験だったんで、ここで最後ラスト頑張りたいと思います。さあ、ということで戻ってまいりました。試験から翌々日になってるのかな今は。で、こちら FP3級、こちらの試験は、まあ、合格率が6割近くあるんで、かなり、初めての資格試験にはうってつけの FP3 級というものだと思います。で、自己採点した結果、見事合格点に達しました。そう、合格率も大体ね 50% ぐらい例年あって、で問題自体も6割取れてれば受かるって言われてる試験なんで、自己採点した結果、これは多分大丈夫ではないかなと思いました。ただ分かんない、マークシートとか見せてたら落ちてる可能性もあるけど、まずはまあ一安心って感じですね。で、今回ね、まあ久々に勉強してみての感想もね、この動画で述べたいと思います。やっぱり大人になってからってほんとびっくりするぐらい勉強っていうことから離れてたんですよね。まあ日々自分の業務に関すること、まあ僕社会人やってる時とか YouTuber 宣言になった時とか、自分で業務に必要なことっていうのはもうどんどん深くなるけど、それ以外自分の関連しないことについてはすごく疎くなったなっていう感じがするんですよね。だから小中高の時って逆じゃないですか。小中高大の時って自分よりも遠いこと、関係ないことからの方を勉強する機会が多かったじゃないですか。例えばね、歴史とかね、全然自分とは関わりのない遠く離れたことだったりとか、あとは数学とか日常にこれは使わないだろうっていうこととかを勉強したりとか。だけど社会人になると逆転現象が起きて、自分に関することはすごく詳しくなるけど、それ以外はなかなか学ぶ機会っていうのはね、ないなっていうのがね、実感としてあったんですよ。特に YouTuber っていうのはその会社とかに属してないからね、なんかそのステップアップのためにこれを勉強しなさいとかっていうのがそのないわけで、だから自分が気抜いちゃうとどんどん日々のルーティーンだけで終わってしまうなっていう危機感があったんで、今回これに挑戦しました。で、感想としては、やっぱり勉強することで、知りたいことが増えてくる、やりたいことが出てくるっていうのを実感しましたね。やっぱり自分の毎日のルーティーンだけだと、さらにこうやりたいとか、またこういうことを学びたいってのも全然見えてこないんで、違う一歩を踏み出すことによって、さらに違う一歩がどんどんね、ループ状にね、いい相乗効果でね、生まれてくるのかなと思いましたね。で、初めはやっぱ勉強ね、久々にして、もう机向かってペン持つってのはね、本当にね、ないのよこれ。学生さんなんでびっくりすると思うんだけど、めちゃめちゃ久々なんだよ。もう半年ぶりぐらいみたいな、文字書くの。で、そんな中ね、初めは集中力とかも持たなかったんだけど、こういうふうにね、生配信で一緒に勉強したりとか、ね、そういうふうにね、配信しながらとかやっていくうちにだんだん習慣ができてきて、で、継続的に勉強ができたんで、今回ね、合格点に達することができたかなと思います。で、これ一回きりのね、企画じゃなくて、他にもね、もうすでにやりたい勉強のこととかもね、見えてきてるんで、継続して2018年、さらにはね、2019年と、ずっとね、何かしら学んでいきたいなと思いました。自分に関係ないことほどね、やっぱ学ぶことでさらに自分に返ってくるっていうのはね、あると思うんで、続けていきたいなと思いました。ということで、皆さんね、一緒に受けた方、そして、ね、受験とか、ね、資格試験、他のも受けた方もね、お疲れ様でした。まだ終わってない方は頑張ってください。僕も継続的に頑張っていきたいと思います。ということで、ぜひ楽しんでくださいグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね、バイバイ。